回の作品のあらすじを教えてください。はい、今回の作品は、あらすじっていうか、私のこう今までこう辿ってきた、私が生まれてから今までとこれからについてを表現した作品です。この作品を作ったきっかけはありますか？本当卒業制作としてこの作品は作ったんですけど、本当は全然別の絵本みたいな作品を作ってて、でもこう卒業制作っていうのでなんかプレッシャーとか、こう多分行き詰まってて、今思うと多分行き詰まってたんですけど、で先生に言われて、なんかこうキャラクターを作ってたんですよね、パンツちゃんっていうそしたらこれ良くないみたいな感じで言われて、で、あはいってなって、でさーっとコンテを作って、で誰かのために誰かに見せるっていう体で最初は作ってて、でもそれ書いてるうちにやっぱ自分の最後の作品になるかもしれないんで、自分のために作りたいなと思って、で作り始めたっていうのがきっかけみたいな感じです。なるほど。そのパンツちゃんはどうやって生まれたんですか？はなんかあまりこう落書きしてて、落書きしてて、あ、かわいい、かわいくねみたいな感じで、じゃあ今回の作品を見るにあたって注目してほしいところとかってありますか？全部声とか音も全部自分で作って、ちょっと拙いところもあるんですけど、でもそこはちょっと面白いかなって思ってたりするので、そうですね。あとこう私の経験が元になって作ってるので、もしかしたらこうなんだろう、こうなんか重なる部分があればいいかなって思います。じゃあ最後に見る方にメッセージをお願いします。頑張って作ったので、一回見ただけだとちょっとあんまりストーリーとかよく分かんないかもしれないんですけど、でも何回か見てるうちに、さっきも言ったように、どこか重なってる部分とかがあるかもしれないので、そういうところをこう見つけていただいたら嬉しいなって思いますし、ちょっとでも面白いなって思ってもらったらいいかなと思います。